アルビノマウス。ヒトカマウスも見た目は普通のハツカネズミである。ヒトカマウスは、マウスの遺伝子、細胞、組織の一部が、人間のものに置き換わったマウスである。ヒトカマウスには遺伝子レベルでのヒトカマウスとマウスの体内に、人間の細胞、組織を定着させた、細胞、組織レベルでのヒトカマウスがある。マウスの受精卵の遺伝子に、 人の遺伝子の一部を導入し、成長したマウスは、その遺伝子の一部が人のものである遺伝子、導入マウスと、免疫不全マウスに、人の細胞を移植した、マウスの体内で人の細胞が生きて定着している、マウスとがある。免疫不全マウスは、免疫がなく、異物を排除できないマウスで人の正常細胞や、癌などの細胞を移植すると、マウスの体内で成着する。 この人の細胞が体内で生きているマウスをヒトカマウスと言い,い、生体や疾患の研究、疾患治療研究あるいは人のウイルスを感染させるなど人ではできない生体実験を行う。遺伝子組み換えマウスでは、マウスの全身の全細胞で遺伝子の一部が人のものに置き換わっており細胞はマウスのものであるが、性質の一部が人のものになっている。 遺伝子組み換え技術と免疫不全マウスの組み合わせで、臓器レベルでのヒトカマウスも可能になりつつあり、肝臓の80%が人の肝細胞に置き換わったマウスも作られている。本校では主に免疫不全マウスを使ったヒトカマウスについて述べ、遺伝子レベルでのヒトカマウスについては最後に述べる。疾患の研究や薬剤の開発にあたって、 人間を用いる実験はできない。一般には動物で実験するが動物実験の結果が人間に当てはまるとは限らない。そのために動物に人の正常細胞や疾患細胞を移植し定着させた人か動物が有用となっている。動物でもマウスは成長が早く繁殖力が強く世代交代が早く飼いやすい。従来から 実験動物にはマウスが一番たくさん使われているが、人か動物でもマウスが使いやすく、人かマウスの開発が進められ、大きな成果を上げている。人の細胞が定着した人かマウスを作るには重度の免疫不全マウスを用いる。免疫不全マウスは、異物の排除能力がなく、人の細胞を植えると、マウスの体内で人の細胞や組織が定着する。 もちろん免疫不全マウスは完全無菌状態で飼育しないと細菌やウイルスの感染ですぐに死亡する。ただし免疫不全マウスといえど初期の免疫不全マウスにはわずかに免疫が残っており人の細胞の移植は限定的なものであった。1980年から現在に至るまでの免疫不全マウスの改良によって現在では 様々な人の細胞の移植が容易になっている。現在では、最も進んだ、超免疫不全マウスには、ノッド、シッシッドイルニアールガンマヌルマウスやラグニヌル、イルニアールガンマヌルマウスなどがありこれらの、超免疫不全マウスに、人の増血細胞を移植すると、マウスの体内に、人の増血細胞が定着し、マウスの体内で人の血液細胞が生産され、定着、循環する。 超免疫不全マウスの皮膚に人の頭皮を移植するとマウスに人の毛髪が生え人の子宮内膜細胞を移植した人子宮内膜モデルマウスではホルモンの調節投与で月経周期を示せる。同じく人の癌細胞や白血病細胞を超免疫不全マウスマウスに定着させることもあるいはマウスの体内に定着させた人の 血液細胞にエイズウイルスを感染させて、マウスを人のエイズモデルにすることも可能である。ヌードマウス最初の免疫不全マウスである。人の細胞の定着は悪かった人の前立腺がんを移植されたヌードマウス人やマウスの免疫系は複雑であり、免疫に関わる細胞もしくは、分子の主なものだけでも T 細胞、B 細胞、マクロファージや補体、ナチュラルキラー細胞、 樹状細胞、白血球がある。それらは互いに連携、補足し合いながら、免疫系を構成している。1962年、最初の免疫不全マウスである、ヌードマウスが発見された。ヌードマウスは、文字通り毛が生えないマウスであるが、ヌードマウスは矯正を描くことで成熟した T 細胞がなく、免疫不全になる。ヌードマウスは一部の人の癌細胞が生着し、 ガ研究や抗がん剤の開発に役立った。しかし、ヌードマウスには成熟した T 細胞以外の免疫細胞は存在し、多くの人の細胞は定着できなかった。その後いくつかの免疫不全マウスが発見されたが、1983年当時としては、画期的なシッドマウスが発見された。シッドマウスは T 細胞と B 細胞を書き、 腎臓に人体児の肝臓と胸腺を埋め込むことで、マウスの体内で人の T 細胞が現れた。しかし、人体児の細胞を使う倫理の問題と、人細胞の静着の不安定さの問題があった。その後、1985年ノッドマウスが、NK 細胞や補体、マクロファージの活性に劣ることが発見され、ノッドマウスとシッドマウスを交配させたノッド。 シッドマウスが1995年に作られた。ノッド、シッドマウスはそれまでの免疫不全マウスより、人細胞の生着に優れ、人体重の肝臓と共腺を持ち、ずとも人の増血細胞がある程度生育し、このノッド、シッドマウスを使って増血幹細胞や、白血病細胞の研究が大いに進んだ。また1995年には、 イルマイナス2などのサイトカインシグナル欠損マウスが人工的に作られ、ノッド、シッドマウスと、イルマイナス 2R ガンマノックアウトマウスを荒廃させた2011年、現在最も優れた、超免疫不全マウスであるノッド、シッシッドイルに R ガンマヌルマウスが2002年日本で開発されている。また、シッドマウスとは違う系統であるが成熟した。 B 細胞と T 細胞が完全に欠損したラグ欠損マウスが1992年に発見されラグ欠損マウスとイルマイナスに R ガンマノックアウトマウスを交配させた系統の超免疫不全マウスの系統が2000年欧米で開発されているシッドマウスの系統は放射線に非常に弱くラグ欠損マウスの系統は比較的強いなど超免疫不全マウスにも 性質の違いがあり、研究目的、手法によって、どのマウスが最も優れているかは変わってくる。これら免疫不全マウスの特徴を組み合わせ、より免疫不全であるマウスを開発していく。例えばシッドマウスとノッドマウス、イルマイナスに R ガンマノックアウトマウスを掛け合わせた、ノッド、シッシッドイルに R ガンマヌルマウスは T、B、NK 細胞が欠損し、 補体、マクロファージ、樹状細胞がうまく働かない。ノーグマウスは、ラグニーヌル、イルニアールガンマヌルマウスと並んで2011年、現在最も優れたマウスの一つである。が、さらに人の細胞の生着に優れた品種の改良は、続いている。ヒトカマウスの研究モデル、ヒト疾患モデルとしてはなどがある。現在の免疫不全マウスでは、リンパ玉はうまく根付くものの、 イグ抗体は産出されず、赤血球や下流玉も十分には産出されない。ヒト感染症モデルでは、ヒトリンパ球に感染する HIV、HTLV-1、EB ウイルスなどを感染させたモデルが実用され、マウスにヒト肝細胞を移植し C 型肝炎ウイルスを研究することも可能である。超免疫不全マウスは、人のがんも、 容易に移植できるので癌の性質や抗がん剤の効果の研究も可能である。人臓器モデルとしては結晶板や卵巣子宮細胞を、肝細胞をマウスに定着させることはすでに行われている。人の細胞の定着により優れた品種の改良によってさらに広範な用途が期待されている。トランスジェニックマウスはマウスの遺伝子に 外来の遺伝子を組み込んだマウスである。トランスジェニック技術を使ったヒトマウスは、マウスの受精卵に、人の遺伝子を主に微小な針で、DNA の注入を行う方法、マイクロインジェクション法で作られる。組み込む、遺伝子でその性質は違い、疾患の原因遺伝子を組み込めばヒト疾患モデルになり、ヒト免疫グロブリン遺伝子を導入したマウスを、 用いると人抗交代をマウスが作る。トランスジェニック技術を用いた人かカマウスは様々、実用化されているが、その一例にポリオマウスがある。人や猿に感染するポリオウイルスは、細胞表面にあるポリオウイルスレセプターにウイルスが吸着されることで感染する。しかし普通のマウスの細胞には PVR がないので、ポリオウイルスはマウスには感染しない。しかし、 トランスジェニック技術を用いてマウスの受精卵に人の PVR 遺伝子を導入したポリオウイルスレセプタートランスジェニックマウスは細胞表面に PVR があるのでマウスが人や猿の病気であるポリオに感染するトランスジェニック技術を用いて作った激症の肝障害を起こすウパマウスとシッド系免疫不全マウスを交配したウパ・シッドマウスでは 肝臓の80%以上を人の肝細胞に置き換えることができる。ほぼ臓器レベルでのヒトカマウスである。この肝臓がほぼ人のものに置き換わったマウスに人の血液細胞を移植し、さらにヒトカエンウイルスを感染させてヒトカエンモデルマウスも製作可能である。書籍論文ありがとうございます。